今日もやることがないね。ああ、なんか面白いことないかな。ああ、何にも落ちてないや。なんか面白い食べ物とか面白いものとか落ちてたらいいんだけどな。もうちょっと探してみるか。ん？あそこになんか落ちてるぞ。あれはなんだ？ん？筆が落ちてるぞ。あの筆って一体なんだろう。ちょっと見てみよう。なんだこの筆は。ちょっと大きいけど何に使うんだ。うわ、びっくりした。なんだ、アンパンマンと一緒にいる犬か。じゃあこの犬で筆で遊んでやろう。ほれ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 。ん？筆で触ったら犬が小さくなったぞ。まさかこの筆は人を小さくさせてしまう筆なんじゃないか？へへへへ、これは面白いものを見つけたぞ。おーい、食パンマン、食パンマン。何ですか、バイキンマン。何ですか、その筆は。あなた、一体何をしようとしているんですか？へへへ。ちょっとこの筆でお前を撫でさせてくれよ。いや、ちょっとやめてくださいよ。へへへ。ああ、私の体が小さくなってしまいました。あなた一体何をしたんですか？へへへ、お前らみんな俺様が小さくしてやる。へへへへ。待てー。ん？あそこにいるのはバイキンの野郎じゃねえか。あそこにいるのはバイキンの野郎じゃねえか。へへへへ。おい、カレーパンマン、ちょっとこの筆でお前を撫でさせてくれよ。はあ、なんでそんなことをオイラがされなきゃいけない。やめろって、やめろって。うわー、オイラの体が小さくなっちゃったよ。へへへ、これは大成功だ。最後はアンパンマンを小さくしてやる。待てー。あ、チーズじゃないですか。チーズどうしたんですか。あなたもバイキンマンに小さくされてしまったんですか。ああ、お前らもバイキンの野郎に小さくされてしまったのか。オイラもさっきバイキンの野郎が来てオイラの体を小さくしていったんだよ。くっそー、この体じゃ小さくて移動も大変だよ。あれ、みんなどうしたの？そんなに小さい体になって。実はバイキンマンが来て私たちの体を小さくしていったんです。どういうこと？バイキンマンが持っている筆がきっと魔法の筆で私たちの体を小さくしてしまうんです。わかったよ。じゃあ僕がその魔法の筆を壊してくるよ。ちょっと待っててね。へへへへ。どこだ、アンパンマンは。アンパンマンを見つけて、この魔法の筆で小さくしてやる。ああ、バイキンマン、見つけたよ。あ、お邪魔虫。お前のことを探していたよ。バイキンマン、その魔法の筆で、みんなのことを小さくしてしまったんだって。へっへっへっへ。これはいいものを見つけたよ、アンパンマン。
お前のことも小さくしてしまえば、もう俺様のお邪魔虫たちは誰もいないよ。へへへ。そんなことは絶対にさせないよ。うるさい。お前のことも小さくしてやる。それ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 、うわ危ない。それそれそれ。あーずるいぞ、空を飛び上がって。ふうふう。ここまでは魔法の筆が届かないみたいだね。くっそー、早くこっちに降りてこい。どうしようかな。くっそー、筆が重くて疲れてきた。あ、バイキンマンが疲れてきたようだ。今だ、アンパン。うわー、俺様も魔法で小さくなってみればよかった。ふう、これでバイキンマンはいなくなったよ。魔法の筆も回収できそうだし、みんなはどうなったかな。あ、アンパンマンが戻ってきたみたいですね。みんなお待たせ。バイキンマンから魔法の筆は取り上げてきたよ。あ、アンパンマン、ありがとうございます。でもみんなの体が大きくならないとどうしようもないな。どうしたらいいんだろう。みんなどうしたんですか。あ、長ネギマン。おや、皆さん何やら体が小さくなっているようですね。体を大きくするにはネギのような美味しい野菜を食べれば体が大きくなりますよ。あ、そうか、野菜を食べれば体は大きくなるのか。じゃあ私は野菜を用意していきます。皆さんも野菜を食べに私の家に来てください。じゃあアンパンマン、私たちは野菜を食べに長ネギマンの家に行ってきますね。おいらたち、野菜を食べて大きくなってくるぜ。そろそろ長ネギマンの家に行って1時間以上経つけど、みんななかなか帰ってこないな。大丈夫かな。あ、みんな帰ってきた。おーい、おいらの体が大きくなったよ。野菜のおかげだ。アンパンマン、私も大きい体に戻れました。チーズも大きくなって帰ってきますよ。ワン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 。よかった、これでみんな元通りだね。長ネギマン、ありがとう。今日のお話はここまで。みんなも好き嫌いせずに野菜を食べれば体は大きくなるよ。それじゃあまたね。バイバーイ。